サラセニアというのは、葉が筒状になった食虫植物である。APG 体系では、筒字木サラセニア科、クロンキスト体系では、総子用植物ツナウツボカズラメサラセニア科に属する。平死草とも呼ばれる。サラセニアは、筒状の葉を持ち、それを虫を捕らえる落とし穴として使う、食虫植物で湿地に生える多年草である。 名前の由来はこの植物の標本をヨーロッパへ送ったカナダ人の医者ミシェル・サラザンにちなむものである。英名はピッチャー・プラントである。学名カナガキがよく用いられるが、和名は平子層で、葉が筒になっているのを手記の平子に見立てたものである。茎は太く、地表を横に這う。茎からは多数の葉を寄り合うように出す。また、よく枝分かれした根が多数出る。 葉は筒状で先端は丸く開く。多くの種では葉の背中側の部分が丸く突出し、前に曲がって入り口の少し上の空間で傘のように広がり、蓋の形になる。蓋の裏面には下向きの毛が密生し、昆虫が滑り落ちやすくなっている。筒の覆面側の外側には一枚の縦に伸びるヒレがある。葉全体は緑色で光合成も行う。 夏以降などには、ヒレの部分の実が発達し、感情の部分が小さくなった、健常用を出す。その様子は、いわゆる単面用である。特に温暖な地域を除いて、葉は冬には、枯れ、茎の実が越冬する。春から初夏に花をつける。茎の先端から伸びる家計は、先端に丸いつぼみをつけて立ち上がり、次第に伸び上がりながら、やがて茎の先端は曲がって、 つぼみは下を向く。花は葉よりも高く伸びた花形の先端に一つだけつく。花は非常に独特のもので、額は5枚、花びらも5枚。おすしべは多数、めしべは先端が5つに分かれる。こう書くとごく普通であるが、めしべが変わっている。めしべの先端は大きく5つに分かれ、先端は大きく反り返るが、実際にはその間に、 水かきのように組織がつながっているので、その形は五本の骨を持った雨傘のようなものである。しかもそれぞれの先端に小さく突出する中刀は内側に向かっている。花びらはこのめしべの中刀の間に位置し、下向きに長く垂れる。従って花びらの間から中刀の部分が少し突き出ている。額は花びらよりはるかに短く花の基部で平らに広がる。 おすしべはすべて花びらの内側に収まる。この形は昆虫による花粉媒介に対応した構造である。つまり花粉をつけた昆虫が内部に入り込むと花から出る場合花びらの隙間から出なければならず、その時に必ず中東に花粉をつけることになる。前述のように葉が筒になってそこに虫を落とす、落とし穴式の補充器を持つ。大半の種はよく似た。 補充器を持つが、一部は多少異なった構造を持つ。普通のものは、先に述べたように細長い筒状の葉を持ち、まっすぐに立ち上がる。この型のもので大柄なのは牙の平子層で、葉の高さは1メートル近くなる。先端は丸く開き、背中側から蓋が生じる。葉が出てくる時には、はじめは入り口の部分は左右から閉じられ、 蓋も左右から二つ折りになっている。成長すると、やがて入り口が開き、その周囲は少し外に向かって巻く。袋の内側はこう吹いたようになってすべすべになっている。また、内側の下方では、下向きの毛が生えていて、虫を下へと落とすようになっている。袋の中には、液体が溜まっており、昆虫がこれに落ちると溺れて死に、分解吸収される。ただし、 消化液は一部の種で確認されているものの、全体にはあまり分泌せず、分解の主力はそこに生息する、細菌類によると言われる。小平子層はまっすぐに立つ葉を持つが、蓋が丸まって、ほぼ完全に口を折ってしまう点が異なる。とはいえ蓋の方が大きく、隙間があるので、昆虫は、そこから上に侵入することで袋に落ちる。 やや異なった外見を持つのが紫平士想で、補充器は太くて短く、また蓋は口を覆わずにまっすぐに立つ。また、葉がロゼット状に地表に広がる。全く異なった入り口の形を持つのが姫平士想で、入り口は葉の先端に開かない。葉は横に伸び、ロゼット状になる。その先端は丸く膨らみ、その膨らみが上に尖って、オウムの頭のような形になる。 その部分の基部向きの面に丸い小さな穴が開いている。膨らみの先端側には反転状に色の薄い部分があり、ここが光を通すために昆虫は穴からその方向に進んで捉らえられる。これは形としては同じトガのダーリング・トニア族の補充器の構造にやや似ている。その面白い姿から観葉植物として栽培される。通常は植木鉢に 水苔で植え、腰水をして栽培する。栽培は比較的良い。根がよく発達するので、蜂は大きめが良い。また、日向を好み、種によっては光を当てないと綺麗に色が出ない。温帯産の植物なので、種にもよるが、本州中部以南では、野外で冬を越せる。ただし、エソリアファラだけは、高地の山なので夏の暑さを嫌い、栽培が難しい。 園芸品種作出のための交配も行われたことがある。特にアミメ平ソウは干渉価値が高く、交配親として重視される。サラセニアの分布域、約8種が知られている。分布域は北アメリカ東岸の亜熱帯域からカナダに渡る。一種以外は混じって生育しており、雑種ができやすく、自然交雑種も多い。コヘイ平ソウやヒメ平ソウなど、 袋の形のやや異なったものも交配可能で雑種は両親のほぼ中間の形になる。以下のリストは大きさの順と見て差し支えない。サラセニア属の書のうち上記に挙げた3種以外の全種は付属書通類に指定されている。ありがとうございます。